ない体になっちゃった。うわー、ユリナちょっとやりすぎだったんじゃない？そうでしたか。これが尋問というものか。凄まじい光景だった。うっ、鼻血が。あれ、シルビアさん、どうかな。わ、私は別に物欲しそうな顔なんてしていません。羨ましく。サリア、本当に尋問なんてやる必要あったの？お、あ、用事を思い…ちょっと何言ってんの？初めての尋問で混乱してるの？ハルディナがまたドラゴンに同調しないように、レミが通販の開運ネックレスとやらを首にかけてやっていた。しかし高い能力ってのも考えものだ。ドラゴンにキャンプが見つかった。ドラゴンの赤ん坊は初種スプレーというもので匂いを封じていたから見つからなかったという。ハルディナは同調と一緒にドラゴンと記憶も共有したらしく、ドラゴンの目的が分かったという。怪我の巧妙というやつだ。それによると、あのドラゴンは卵を探し求め、姉貴の卵がそれらしいが、あの時私を姉貴だと誤解して話しかけたのではないか。いや待てよ、記憶を。プレイするよ。